ような形でお知らせいたしたいと思います。あくまでもですね、今出回ってるのはですね、島系なのか、中間型なのか、完全日系なのかっていう、その3つの系統の、お着色の流れが主流でございます。で、その中で第2、それから10世、あ、すいません、第2によってですね、立ち木で作る、巨木で作るのか、親方で作るのかでも、あと栽培の方法でも変わってきますので、それに合わせてですね、ちょっと系統を見ていただく。当然その中で温暖化ですね、やはり着色がこう上から下まで安定しているもの、それから道にも安定しているものというのが求められてきているのも現状でございますので、その中でですね、皆さんをこう惑わすつもりでもない、ありませんので、参考という形の中で今後ですね、道入りの方をもう少し良くしたい、もうちょっとこう上から下まで色を揃えたいという部分で、系統のところもですね、ご活用いただければと思います。その中でちょっと助言といいますか、最後まとめの方にの中で、何か先生方の方で、なんかアドバイス、系統選ぶ中で、アドバイスというか、なんか、系統を選ぶ中で、やっぱり系統を選ぶって非常に難しいと思うんですけども、毎年その試験場でもここで取れた回数調査させていただいております。でその中で、どうしても年によってその傾向が変わってくるっていうのはありますんで、その地域でやっぱり作ってどうなるかっていうことですね。あとは樹勢とか、ここだったら丸葉で作っている中で、どういう果実が作るできるのかっていう、その、おそらくその生産者間で情報交換する中で、お隣ではこういう果実ができたとか、そういう情報を集めていくっていうのはどうしても必要になってくると思うんです。なので、その導入にあたってはその情報収集ですね。お隣さんとかが作ったらば、それちょっと見せてくれないかとか言ったりとか、で丸葉と MQ で作ったものであるとこういうふうに果実は違うんだなっていうようなところは、やっぱり自分で、動いて情報仕入れていかないといけない部分だと思いますので、まず、今回の中ではその島であると、あとベタと、あと中間型っていう特徴は捉えられたと思いますので、その中でどういった果実を選んでいくかっていうのは、やっぱり地域で、作っていく中で選んでいく必要がどうしても出てきてしまうということなんで、どうしても歯切れの悪い答えになってしまうんですけど、申し訳ないですけど、ということで、なんかまとまらないですけど、はい、すいません、また苦しい質問いたしました。